あ、待って。大丈夫か？これで標準を合わせる。あー、ちょっと難しいな。ぬるぬる、ぬるぬる動くな。ちょっと打ってみっか。オッケーオッケー、大丈夫そう。ここで、200円ゲットです。200円ゲットして、さあ進んでいきましょう。ハンドガン。ん？あれ違うな。どのボタンだ？マップじゃねえ。あ、なるほどね。そしたらもう、リロードできるじゃん、俺。どうやってリロードすんだ、これ。構えってどうやんだっけ？あれあれ、構えんのどうやんだっけな。大丈夫かな、これ。じゃあ、ナイフをね、使用していこうか。ナイフどっちだっけ？こっちか。オッケー、覚えた。よっしゃー、この感じだったらナイフでいけそうな気がする。どうなんでしょう。不法侵入していきます。さあ、来るぞ。来るぞ。第一村人、発見です。さあ、このおじいさんのね、振り向き方が特殊。見ていただきたい。左に普通に向けばいいものを、右に回り込んで私を見つめてくれ。さあ、怪しい。怪しさしかない怪しさしかねえぞ。諦めた。ここで殴りかかってくるぞ、おじいちゃん。わあ動物の森にあるようなスラッシュアックス。あれをどうやって避けていけばいいんでしょうか。待って、俺普通にできっかな、これマジで。あい、ちょっと待って。ああ、やっちゃった、普通に。あ、違う。俺はもっとできるはずなんだ。違うんだ、そんな、ダサい動きはしたくない。さあ、外に老人がね、3人ぐらいいらっしゃいますが、奴らを消し出していきましょう。こっから飛び出せ、私だよ。よっしゃ、いった。さあ、外の敵をなぶり殺しにしていきましょう。オッケー、よいしょ、また危ない。危ない、危ない、ちょっと待って、そんなんじゃないだろ、俺。そんな弱くないだろ、俺。もっといける、もっといける。俺だったらもっといける。よっしゃ、一発。一撃必殺。さあ、君の脳天を。頭蓋骨。さあ、待て、危ない、危ない、危ない、ここ！よし、オッケー。危ない。あ、くそ、下手くそだ。こんな難しかったっけ？おら、やばい！切られた！終わった！俺の顔に傷がついた。どうしましょう？これ、顔！あ、いった。ここで蹴り飛ばせる。ここで蹴り！よし、オッケー、いった。はあ、難しい。あれ、こんな難しかったっけ？バイオハー4って。操作感難しくね？あのカラスがね、ちょっと金落とすんだ。よっしゃ、来た。あー待って、なんか落としたぞ、あれ。いいアイテム落としたんじゃない？確か手榴弾か。確か手榴弾をあの子は落としたはず。違う、君じゃないんだ。あー、出ちゃうな、ナイフ。変なとこで出ちまうな。ノーマルモード、なんか普通にいけそうな気がしてきました。さあ、このワンちゃんをね、助けることで、後でね、手伝ってくれるんですよ。まあ、それは後でのお楽しみ。さあ、行きましょう。トラバサミやんだよね。トラバサミやって、右のあれが爆弾だから、あれマジ気をつけていかないと、速攻でやられるからね。あー、こいつ一撃で沈まねえタイプだ。なんという、ミュータント。おー、フェイント入れてきや。あー、なんだこいつ。うらー、よし、オッケー。蹴り飛ばせ。よし、オッケー。あー、いいね。あー、間違った。撃っちゃうな。さあ、ここで1000ゴールドゲットです。1000円ゲット。私の所持金は今何本なのでしょうか。1000円なんて子供のお小遣いです、今時。待った。ペラペラソースか？あれ？ペラペラソースは？あれ？あ、いた、そっちか、ペラペラソース。さあ、ペラペラソース第1号、お前だ！ここで蹴りを入れていく！オッケー。大丈夫そうだね。待って、こいつ生きてんな。はい、オッケー、いった。はい、危ない。はい、危ないから、君に標準を合わせて、その、ニット棒を取ってやるぜ！よいしょ。さあ、ここでナイフに切り替えて、頭を切り飛ばせ。オッケー、オッケー、板についてきたな。ハーブが結構ゲット、当たらないふ。ハーブが結構ゲットできる、1000円ゲット。あこれはえぐいな。これえぐくない？この武器欲しいね。こっからが本番だよね。多分初見の人って絶対ここでやられんだよな。本当に難しい。さあ行くか。左から攻めていこう。左から攻めるのがセオリーだった気がする。そんな気がする。待った、なんかあるぞ。よっしゃ。緑ハーブ。グリーンハーブゲット。あー、どうすかな。ここはどうやって攻めていこうかな。悩みどころです。あー、悩むな。どうしよっかな。あいつをとりあえずぶち殺。やるか。やっちまうか。あんまり汚い言葉使いたくない。よいしょ。さあ、後ろから脳天めがけてヒットしていく。さあ、どこでしょうか。ケツにナイフ。刺していきます。さあ、これで気づかれたでしょう。私はおそらく。確か、行っちゃいけねえとことかも結構あったりして。待って、大丈夫？おー、危ない！ああ、怖い！あのおっさんやべえぞ！ヘイ、オッケー、ここで飛び越えて、さあ、君にダイレクトアタックキック、オッケー、行った！ナイス、ナイス、ナイス、ナイス！さあ、ここで振り向いて、あのおじいちゃんをやっつけましょう。
おおじいちゃん、早い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 、よっしゃ、蹴り飛ばす、蹴り飛ばしていく。さあここで近づいて近づいて、ここでしょ、分かってるよ知ってきた、うまいな。よっしゃ、まだ勘は取り戻せていないけど大丈夫そうな気がする。さあこの感じやっていきましょう。危ない、あっぶね、あいつ。そしてこっからまずい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 、ちょっとおい、やるね振り向きざまにあいつの顔面めがけてヒットしていく。そしてここでダブルケリンチョ、君の麦わら帽子も俺が取っていく。それはシャンクスのものだ。よし、倒した。シュッティンシュッティンオッケー、大丈夫だな。あ、ダメだなダメだな、こいつはまずいぞ、こいつはまずい。だっていっぱい来たもの、だっていっぱい来てしまったんだもの。さあそこにあるのは金の卵ではないでしょうか。違いました、茶色の卵。さあ鮮度はいまいちですが、ここに入っていきます。さあここに入ったが最後です。ここに入ったら最後なんだよ。そう、私はね、あるモンスターを召喚してしまったんですよ、ここで。そのモンスターとはね、今から来るこのチェーンソーマン、一撃必殺チェーンソーマンがね、ここにやってくるわけなんですよね。さあ押さえていこう。はしごをかけられようとも、もうね、すべての行動が手に取るようにわかる。なぜなら、何回もクリアしてるから。なぜなら、何回もクリアしてるからね。もう動きは手に取るように読める。読めるけども、下手くそなんですね。それはもう否めない。どうすることもできません。この悩み。よいしょ、ここで一発。とりあえず、ハンドガンを取れるかどうかっていうところにかかってくるからな。ここでハンドガンを、10発取ったっていうのはかなり大きいんだよな。ここでショットガンをゲットできる。ここでショットガンをゲットは大きいぞ。ここで手榴弾もゲットしていく。オッケー、いけるぞ。あ、まずいまずい、よっしょほい、いった、ここでケリンチョ。オッケー、いったいったいった。こっから私はアンチに向かって旅立とうと思います。あー、これはまずいな。これはまずいな。よし、オッケー。待て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 。ここで、奴を迎え撃とうと思ったけどもな。思ったんだけど、あー危ない危ないな、マジか。こいつがちょっとね、えげつない。よし、オッケー、大丈夫。ショットガン構えます。ぽい、オッケー。さあ、まだ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 。ここでまだまだ。よし、オッケー。さあ、あと、数発はまだ大丈夫なはず。ちょっと見ててね、これマジで、この方法すごいいいから。さあ、みんな来るじゃん。ちょっと危ない行動した時に撃っていく。さあ、これだけ、これだけいったらもう大丈夫でしょう。ここで私はね、手榴弾を構えます。マジね、多分、俺の方法をやればね、あーまずい、やったやったやっちゃった、これはやった、これはやったぞ。やっちゃいけねえことをやった俺は今。とりあえず、問題があるやつはね、早期に叩いていく。そんなスタイルでいきましょう。はい、オッケーいったね。あ、倒したのか今の。とりあえず、戦争です。こいつら全員ぶっ倒すっていうのが俺の使命なんだ。よし、オッケー。おー、卵こんなにいっぱいあったっけ。あ、金の卵。危ない危ない。金の卵もある。さあ、普通の卵も全部取っていきましょう。あれ、マジでこんな卵あった？昔こんな卵なかったような気がしたんだけどな。あ、早い早い早い。こいつ復帰早くね。早くねえすか？麦わら帽子、さすがルフィの感じ出してる。おじいちゃんだけあるね。ニット坊さん。あー、なんだあいつ。変な動き。ちょっと待って。何その動き。わからないんだけど。よいしょ。なんだその動きは。初めてだぞ。お、また痛い。あぶね、これあぶね、きゃー、痛い。間違って変なとこ振り向いた。あー、無限です。あのおじいちゃんのアックスは無限に生えてきます。これが戦闘民族ということか。こっからアクションゲーム。さらなるコマンド入力がね、必要になってきますが、いけるか私、連打がちょっとね、ここは難しいんですよ。こっからね、特殊なコマンドが途中入るんで、それをね、ちゃんとできるのか。おし、オッケー、大丈夫。危ねえ、怖え。怖い。さあ、こっからが、問題のエリアなんだけども、あそこのさ、奥のおじいちゃん、奥にいるんだよね、一体。これ、よし、行った。ここでおじいちゃんを攻撃すると、確かね、爆弾を投げてこない？投げてこないな。近づかなきゃダメか、あれ。それをや、あれ？待って、あのおじいちゃん遅くね？ちょっと待って、おっせえな。え、マジでおっせえな。ちょっと待って、気づいてるでしょ？気づいてるんだったら投げないと。気づいて、あれ？